まずは前半8分クウェートの先制点です。コーナーキックからアリファーデルのヘディングシュートでまずは先制点を取ったのはクウェートでした。いや山本さん、このシュート見事でしたね。はい、もういい準備とこのセットプレーの集中力は見事でいい入りしたんですけどね、クウェートは。そして前半33分、オーストラリア、これはケーヒルのゴールで同点に追いつきました。いやエースがここで見せました、同点のゴールです。まあ、このポジション取りとペナルティーエリアの中を崩し切ったところが素晴らしかったと思います。さあさらに前半44分、フランジッチからルオンゴのこちらヘディングシュート、これ特に山本さん、はい、ゲームの中で一番素晴らしいと話していましたが、このクロスに対してもう後ろにジャンプしてるんですけど、あそこへ叩ける力はなかなかできないプレーなんで、この強さ見事ですね。さらに後半17分、 PK でジェディナックのゴール、キャプテンがゴールを決めました。これで3対1。さらに後半のアディショナルタイム、オーストラリア、トロイージのゴールで4対1としました。開幕戦は4対1でオーストラリアが勝っています。